こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。円安でシンガポールアマゾンにチャンス到来。去年の8月18日に1シンガポールドル80円69銭という、レートだったんですけど、昨日、ね、今年の4月3日は1シンガポールドル90円30銭になってます。これは例えば、1ドル80円、ね、去年の8月に1ドル約80円でしたけど、その時に1万ドル販売してね、20万円儲かっていたなら、全く同じ利益でも、今1ドル90円になってますんで、10倍近く利益が増えて30万円の利益になります。しかもこのシンガポール、アマゾン、始まったばかりでライバルも少なく、非常に、稼ぎやすい、市場になってます。為替もね、円安に振れまして、ますます、日本から輸出すると、儲かる商品増えてますんで、この機会にシンガポールアマゾン始めてみてはいかがでしょうか。まずは、ね、アマゾン輸出を始めるための重要な情報を無料で配信してますんで、無料メールセミナーに、登録してください。知らないとアカウント削除につながる重要な情報、必ずチェックすべき3つの情報、ね、どんな商品を扱えば稼げるのか、輸出に英語は必要か、効率よく稼ぐために守るべきこと、これらをね、情報を提供してますんで、こちらにメールアドレスを入力して、確認するボタンをクリックしてください。そうすると、メールアドレス、登録したメールアドレスにね、登録しましたかという確認メールいきますんでね、そちらの方で確認メールをクリックして登録を完了させてください。Amazon 輸出を始めるのに重要な情報が無料で届きます。日本に住んでるなら、アマゾン輸出で稼がないと大損です。まずは、無料メールセミナーを受講してください。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。